死の神カグラ、ヘキラの天。長屋敷に来て数日が経ち、体が順調に回復した頃、虫柱の忍さんがにっこり笑ってこう言った。そろそろ機能回復訓練に入りましょうか。機能回復訓練、この時は一体何のことだかわからなかったけど、これがきつかった。本当にもう心をえぐられるほど。涙が出るほど痛い柔軟をやって、その次は指導役の葵さんと同期のカナオ、二人との全身訓練、反射訓練、それを何度も何度も何度もずーっとやり続けた。でも全然勝てなかった。特にカナオは本当に強い。心の折れた善逸と伊之助は訓練に来なくなってしまって、でも不器用な俺はとにかく頑張ることしかできない。そんな時、キヨちゃんたちが助言をくれたんだ。炭治郎さんは全集中の呼吸を四六時中やっておられますか？それができるのとできないのとでは天地ほど差が出るそうです。それは全集中常中という全く俺の知識にないものだった。全集中の呼吸を常に行うというとんでもないものだ。それができなければカナオには勝てないだろう。身につけるには大きな瓢箪を割れるほどの肺活量が必要だ。やるべきことは分かった。あとは頑張るだけだ。努力努力、少しずつでも前に進め。俺は頑張ることしかできない。それから何日もかけて少しずつコツをつかみ、全集中の呼吸を続けられるようになってきた。そしてさらに時が経って、一つの区切りとして俺は瓢箪割りに挑戦することにした。これまでの努力が試される時だ。きっと、いや、絶対にできる。体の調子がいい。体が全集中をやっている状態に慣れてきたんだ。やってみよう、瓢箪割りを。はあ、もういない。善逸たちはいつになったら訓練に戻るんだ。瓢箪割りは室内でやるより中庭でやった方がいいな。おはようございます。あ、おはようございます、忍さん。これから訓練ですか？いえ、訓練の前に常駐の修行の成果を試すために瓢箪割りをやろうと思ってます。なるほど。じっと見つめられると少し照れるな。今の君なら良い結果が出るかもしれませんね。本当ですか？よしよし。かまどくん。はい。あの時も言いましたが、頑張ってくださいね。君には期待していますよ。はい、俺頑張ります。
よう、炭治郎。善逸、お前そろそろ訓練に戻ってこないか。みんな待ってるぞ、心配してるぞ。訓練？ああ、あれはもう終わったことだ。女の子にお近づきになれるのは大きな利点だったけど、かなおちゃんに全く触れられないしな。ま、俺にしてはよくやったよ。うん。そういえば伊之助は一緒じゃないのか。伊之助なら裏山で遊んでるよ。さて、俺も遊びに出かけるかな。今日はどこでブラブラしようかな。楽しいな。ダメだ、こうなったら早く訓練を終わらせて俺が二人にコツを教えてあげよう。よし、今日こそ終わるぞ。あのさ、これは。これは？みんな、どうしたの？はい、そろそろ氷炭割りに挑戦するんじゃないかって思って。私たち、待ってたんです。すごいな、よく俺がやろうとしたことを分かったね。毎日、炭治郎さんを見ていれば気づきますよ。俺ってそんなに単純なんだろうか。いや、でも三人が見守ってくれるのはありがたいし、嬉しいな。うん、ありがとう。それじゃあ早速、ひょうたん割りに挑戦だ。炭治郎さん、頑張ってください。応援してます。
硬い氷炭に息を吹き込んで割る。初めて聞いた時はそんなの無理だと思ったけど、全集中の呼吸を長くできるようになればなるほど基礎体力が上がるんだって分かった。今の俺なら。よし、行くぞ。炭治郎さんならできます。教えてくれたおかげだよ。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。明日改めてカナオに挑戦だ。今度こそ勝ってみせる。いや、絶対勝つんだ。翌日、俺は早速道場に向かい、カナオ相手に全身訓練に挑んだ。相変わらずカナオはとてもすごく素早かったけど、全集中の呼吸常中を会得した俺はなんとかカナオを捕らえることができた。これで残すは反射訓練、お茶かけ勝負だけだ。よろしいですか？はい。わかりました。この前まではまるで相手にならなかったけど、今日こそは勝つ。お願いします。訓練したんだ。きっと、いや、絶対勝てる。カナオの動きを捉えることができてる。すごい。この前とは動きが違う。カナオ相手にここまでできるなんて。常駐を得得したおかげだ。
きます。すごい、カナオに勝つなんて。お見事です。ありがとうございます。あ、善逸、伊之助。やばい、このままだと文次郎に差をつけられちまう。炭治郎くんが得得したのは全集中、常中という技です。ん？全集中の呼吸を四六時中やり続けることにより基礎体力が飛躍的に上がります。これはまあ基本の技というか初歩的な技術なのでできて当然ですけれども、得得するには相当な努力が必要ですよね。まあできて当然ですけれども。伊之助くんなら簡単かと思っていたのですが、できないんですか？まあできて当然ですけれど、仕方ないです。できないならしょうがない、しょうがない。できるっつーの、当然に。なめるんじゃねえや。頑張ってください、善逸くん。一番応援していますよ。はい。それから9日、善逸と伊之助はあれから火のついたように訓練を繰り返し、あっという間にコツをつかんだようで、全集中常駐を得得した2人は全身訓練も反射訓練もすぐに終わらせてしまった。これで3人揃って訓練が完了した。長かった。でもとても力をつけることができた。そしてお屋敷での機能回復訓練。痛い、つらい。お前たち毎日ぐったりだったな。ケケッケン。ああ、あれはきつかったな。最初のうちはちっともコツがつかめなくて。チェ。でも後で参加した善逸はすごかったな。なんというかとんでもなかった。え？あれ？こいこらクソどもが、ゴミどもが！正座しろ正座！このバカ野郎どもが！あんたとてめえ。なんてことするんだ善逸！伊之助に謝れ！お前が謝れ！お前らが詫びれ！天国にいたのに地獄にいたような顔してんじゃねえ！女の子と毎日キャッキャキャッキャしてただけのくせに何をやつれた顔して見せたんだよ。土下座して謝れよ。切腹しろ。なんてこと言うんだ。黙れこの堅物猫真面目が。炭治郎黙って聞け。いいか、女の子に触れるんだぞ。体もんでもらいて。湯飲みで遊んでる時は手を、鬼ごっこしてる時は体触れるだろうが。女の子一人につきおっぱい二つ、お尻二つ、太もも二つついてんだよ。すれ違えばいい匂いがするし、見てるだけでも楽しいじゃろかい。幸せ、うわー幸せー。あ、思い出したぞ。お前いきなり殴りやがって。謝れや。断る。謝るんだ。断る。俺は正しいことしか言ってない。正しいのは俺だから、俺は謝らない。こういう時は男らしいな、善逸。全集中の呼吸、常駐を身につけるため、俺は日夜訓練に励んでいた。それこそ、朝も昼も夜も。空に星が浮かぶ中で、一人、屋根の上で訓練をしていたとき、そこに、忍さんがやってきた。忍さんは、忍さんからは、かすかに、怒りの匂いがしていた。私の姉も君のように優しい人だった。鬼に同情していた。自分が死ぬ間際ですら鬼を憐れんでいました。
った。私はそんな風に思えなかった。人を殺しておいてかわいそう、そんなバカな話はないです。でもそれが姉の思いだったなら、私が継がなければ、哀れな鬼を切らなくても済む方法があるなら考え続けなければ。だけど少し疲れまして。炭治郎くん、頑張ってくださいね。どうか禰豆子さんを守り抜いてね。自分の代わりに君が頑張ってくれていると思うと、私は安心する。気持ちが楽になる。忍さんの過去は悲しい。だから怒りの匂いがする。忍さんの無念さはわかる。俺も家族を。だからこそ訓練には力が入った。無念を晴らすためには力が必要だから。痛い、お腹が空いた、悲しい、虚しい、苦しい、寂しい、そんな日々だった。だけどある日、プツンと音がして、何も辛くなくなった。貧しい暮らしの中、親に売られた時でさえ悲しくはなかった。その最中、私は二人に出会った。そいつに名前なんかねえよ。親がつけてねえんだ。もういいだろ、離れろよ。姉さんに触らないでください。なんなんだてめえらは。こいつとおしゃべりしたきゃ金を払いな。じゃあ買いますよ、この子を。これで足ります。お、待ちなさい。早く拾った方がいいですよ。人も多いし風も強いので。私は二人に引き取られた。そして人生は変わった。私は生涯忘れないと思う、あの瞬間を。二人に連れられたことを。炭治郎の刀鍛冶が新しい刀を届けに来た。その時の話だ。さあどうなる？どうなる？あ、鋼塚さんたちのことだな。俺と伊之助の刀を打ち直して持ってきてくれたんだ。鋼塚？まあお前の刀鍛冶なら温厚な人なんだろうな。鋼塚さん！おーい！おーい！鋼塚さん！ご無沙汰してます。お元気でしたか。もう折ったな、俺の刀を。よくも、よくも。うわー、刺しに来てる。いや、刺さってはいないよ。ちゃんとかわしたよ。そういう問題じゃなくて、剣士を刺そうとする刀鍛冶っておかしいだろう。でも刀が折れたのは俺のせいだし、それに鍛冶の腕はすごくいいんだよ。何の説明にもなってない。伊之助の刀が新しくなった時の出来事。まさか、まさかの出来事だ。そういや、あいつの刀ってどうやって作るんだ。ギザギザの刃を打つのって難しそうだよな。
私は金森と申します。伊之助殿の刀を打たせていただきました。握り心地はどうでしょうか。実は私、二刀流の方に刀を作るのが初めてでして。伊之助殿。わらわら、何さらしとんじゃいこれ。うんべー、もう逃がしておけ。うわぁ、打ち立ての刀を。俺は金森さんを抑えることしかできなかったよ。うわぁ。城屋敷での訓練はいよいよ佳境に入った。少しずつだけど、俺は全集中常中を身につけていき、カナオの素早い動きにもついていけるようになった。そしてついに、諦めるな、絶対にいける。まるで追いつけなかったカナオをついに捕まえることができた。今までの訓練は無駄じゃなかった。俺は確かに強くなってる。成長していると強く実感した。火の呼吸を使っていた。私でわかることは、炎の呼吸はありますが、火の呼吸ではないということ。え、同じではないんですか。私も司祭はわからなくてごめんなさいね。ただそのあたりの呼び方について厳しいのですよ。炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない。詳しいことは縁柱の煉獄さんに尋ねてみるといいかもしれません。カラスにお願いしましょう。ありがとうございます。煉獄さんにいろいろと聞いてみます。では失礼します。かまどくん。はい。期待していますね。はい。